皆さんこんにちは毒ビですリンゴがとっても大好きな毒ビが青森県弘前市からシュートリンゴ情報をお届けする弘前リンゴ日記 youtube 版今回はリンゴのお菓子ということで萩原乳業のリンゴゼリーを紹介したいと思いますはいでもこのタイトルにある通りなんと2020年9月末までで生産が終了というお知らせを 今たまたまホームページを見たら知ってしまってすごくショックを受けている毒蛇ですどうしようはいこのリンゴゼリーはですねとっても美味しいんですよね毒蛇あのこの youtube 版を始める前に何年も前から弘前リンゴ日記というブログを書いていてその中でも 何回かこのりんごゼリーをね食べて美味しいって書いてるんですよねというふうに長い歴史をねあの弘前に来てから共に歩んでたんですけどこの美味しいあ正式名称「青森の美味しいりんごゼリー」というこのりんごゼリーがですね萩原乳業の美味しいりんごゼリーがですね10月生産終了というふうにホームページに出ていったんですけれども見てくださいこのねえこの美味しそう美味しいんですよ。 このリンゴゼリーっってて硬さがとっても重要じゃないですか硬すぎるとおいしくないし柔らかすぎるとゼリーにならないしねこの絶妙な柔らかさそして見てくださいこのりんごジュースそのものを食べているような、ね、見た目も綺麗ですけど味も本当に甘すぎず酸っぱすぎずこうナチュラルな感じで本当にりんごジュースを食べてる感じですよゼリーにすることによってこう爽やかさがプラスされて最高なんですよね。 もう常にこれペロリと食べちゃってもう1個2個目もね大体一気に食べちゃう美味しさですねでねフルーツの美味しいゼリーとかっていうのはまあ,ありますよねよくあのいろんな果物で,でもケーキ屋さんとかで売ってたりして高級なのが多いじゃないですかこの萩原のリンゴゼリーはですねすごくリーズナブル普通にスーパーで売ってるんですよスーパーに売ってるものとは思えない圧倒的クオリティの美味しさなんですよね本当に。 リンゴ大好きな毒蛇からしていろんなねりんごのお菓子も食べている毒蛇もこれがもうダントツ1位ですねりんごゼリーの王者と言ってもいいでしょうそれなのにどうして作るのをやめちゃうんですかアギオラ乳業さん悲しいねえとりあえず今売っているりんごゼリーを買いに行かないといけませんね皆さんも是非買って食べてみてください本当に りんごジュースを食べているようなめっちゃ美味しい萩原乳業のりんごゼリーでしたではまた。